皆様こんばんは、トーフです。今回もおすすめのウイスキーを紹介していくんですけれども、本日ご紹介するウイスキーはこちらです。はい、竹鶴でございます。ボトルすごくかっこいいですよね。僕すごくこのウイスキー大好きですね。ちなみにこちらは新しい方のボトルとなっております。一つ前の竹鶴がですね、こちらになっているんですけれども、黒いラベルになっております。こちらもすごく美味しいです。ですが今回ご紹介するのはこちらになっております。こちらはですね、日刊ウイスキーの創業者であるですね、竹鶴正隆さんの名を冠したウイスキーとなっておりまして、余市と宮城郷をアッティングしたウイスキーとなっております。余市はですね、スモーキーで力強い特徴がありまして、宮城郷は華やかで優しい、そういった特徴があるウイスキーですね。でこの2つを作ってですね、ブレンデッドウイスキーのように飲みやすいモルトウイスキーを作るというのがコンセプトだそうです。でこちらのキーモルトは余市と宮城郷なんですけれども、その中でもですね、シェリーダルで熟成された余市と宮城郷の原酒、そしてリメイドダルで熟成させた宮城郷の原酒がキーモルトとなっております。ちなみにリメイドというのはですね、樽の鏡板って言うんですけども、要は上下ですね、この樽があるうちの、これでいうところの上と下、こちらを鏡板と言うんですけれども、その鏡板だけ新しいオーク材に交換した樽のことをリメイド樽と言います。そのリメイド樽の狙いはですね、新しいオーク材を使っている部分と古い元々の樽の部分が2種類存在していますので、どちらの良さも引き出そうということでございます。新しいオークから出る甘み、香り、そして元々の樽のまろやかさ、それぞれをいいとこ取りしようという樽になっております。それでは早速こちらを飲んでいきたいと思います。さあ、それでは飲んでいきたいと思います。まずは香りの方からですね。ちょっとバナナの香りがします。あとはかなりアルコールの印象が強いですね。それから少しスモーキーというかピートの香りもしています。あとはかなりかすかにですが、ちょっとシェリーダルっぽいというか、レーズンだったり、そうですね、ベリー系の香りが少ししますね。クランベリーとかザクロみたいな、そういう香りがします。それでは飲んでいきたいと思います。めちゃくちゃうまいですね。やっぱりかなりフルーティーな味わいですね。すごくまろやかでですね、やっぱり大きいな感じ、そうですね、樽の感じがすごく出てます。あとは結構香ばしさだったりとか、かなりモルティーというんですかね、コクがかなり出てますね。でちょっとこう口に含んだ瞬間の、ふくよかな旨味がかなりある印象ですね。なんかやっぱりちょっとビール、少しですね、かなり少しですが、ビールっぽいほろ苦さというかもありますね。以前ですね、お会いしたことがあるんですけれども、日課のブランドアンバサダーの方がいらっしゃいまして、その方もやっぱりこれ、この竹鶴はすごくよくできているっていうお話をされてました。その方はですね、旧ボトルよりもこちらのボトルの方がうまいと言っておりまして、やっぱりそうなのかもしれないなと今ふと思いました。めちゃくちゃうまいです。これやっぱり4,000円で売ってたら迷わず買っちゃいますね。まあハイボールもめちゃくちゃ美味しいので、今回はストレートでしたが、もうハイボールもめちゃくちゃおすすめです。もう竹鶴さんのこだわりを表現したようなウイスキーになっておりますので、ぜひ飲んでいただきたい一本でございます。こちらのボトルをですね、見かけた際はぜひ購入してみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。それではバイバイ。